いやー上級ばっかりですからね。黒人っていう、あいつはすごいですあいつは自分で実況して自分でプレイするぐらいですからねあれね、あれ面白かった。俺本当隣で見てたんですよ、ね、マジ面白かった。あれは最高でしたね動画も残ってますけど、はい、さあ、じゃあ初戦は第1試合吉2対四季さん、四季2ですね。さあ、ユリアン対誠。さあこのユリアン、うまかった人ですね。うまかですね。連携とかによどみがなかったですね、うん、流れるように、うん、死には対抗できるかな。よく見てた誠の、あの立ち中パンチがユリアン的にきついですよね。強い、あのナチュラルにヘッド対策になっちゃったり、あのダッシュから投げと誠の立ち台キック、おおおおおお誠がもうなんか何を言おうとしたんだっけ、僕壁が見えないと今ばかり、何それ。あー、ゲージを放出させて勝つ理想的な、これはそうですね。四季さんが結構今のゲージ放出はちょっと痛かったですね。7人、なんだ7人、なんか目覚めたのか。おまおー、クズヒト、あー今のちょっと追加できなかったが、うん、まあ入力はやろうとしてたから、してましたね、うん、うん。さあ張って押し込んで手前ちょっと遠い中段、おほほほ、早手早手、変な感じで投げて、入ってヘッドを落としてシャガコパンでヘッドを返す、あさあダッシュ投げて置き攻め、あおお、なんだなんだおいおいおい、上り剣が引っかかって吉2の勝ち完全に完全にラッキーキックじゃねえか今のちくしょう吉2が勝ち上がりですね。ロッシニーが書き込んで吉2、はい、あ、点は田中さんにお任せ、次は春野さん対ジャロさん。これ、ね、ジャロさんもね、前回もいて、はい、3オンとかで僕組んだりしたんですけど、ええ、このロも上手いんですよね。そうです、さっきから見てても、うん、結構嫌なその連携を組み立ててくるというか、なんかね、はい、EX を主体にやっていきたいみたいでちょっと面白い、そういうこだわりちょっと僕結構好きなんで、いいと思う。石を選んでますね、そうそうそう、今回は。さあダッシュ投げが通る、石発動、ノーマル石でチクチク、チクチク、これは石の時間が長すぎる。あれ比嘉さん、比嘉さんですあどうもこんにちはと言ってる間にジャロさんが勝利、ジャロさんが石でガリガリ削って一本、あ、四季さんね負けちゃったんですよ。大宮勢ですか。ごめんね、吉兄が空気読めないつるぎララ勢、ちょっとね、吉兄がわけのわからんつるぎで勝ちまして申し訳ないです。差し投げかな。あ、もう実況がロシさんに移りましたえぇ、解説も無理です、解説してくださいね、解説も無理です、ごめんなさい。オロが早いな、ダッシュが、はい、ダッシュが早い、ぴょん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 、あ、端に投げて、今のはちょっと台形欲しかったけど、コワコワから陣内は出ない。中和シャドウ、中和シャドウ、中和シャドウ、あ、勝利です、勝った、あー痛い、これは死亡コース、確認うまいですね。ジャロさんが勝利、ジャロさん勝利で、はい、バルニャンさんのレミ対ポンダさんの誠、はい、これもさっきちらっと言ってましたけど、はい、レミにとっては非常に苦しい組み合わせ、うん、ただ今誠成中でしたね、成中でしたね、うん、
まあ、どっちもありなのかな。どっちもきついとは思うんですけど、うん、多分正中だとルグレガードした時にかくる場面が多いと思う。ああ、ちょっとめり込むともうかくる、うん、しかも生で当たると半分持ってかれてしまう。だから正中は正中で多分きついと思うんですよね、うん、でまあ、トサはトサでね、一発スタンがありますから。トサはもう一回投げて終わりゲームが終わる。個人的にはやっぱりそっちの方がきついのかなとは思うんですけど。あ、そうですね。さあ、上り大パンチが当たってダッシュ投げはグラップ。右側の火力は今のコンボで高い方ですからね。そうですね、これは苦しい。誠はもう攻めなくていい。遠い、さすがにゲージを放出しただけ。さすがに遠いが、まあ小足が当たって誠が勝利。以上無駄遣いしても勝つ、まあ、当てて勝ったと思えば、まあそうですね、うん、同じことです。同じことです。それよりもむしろいいぐらいですちょっとゲージ回復して。ああ、ちょっとだけ回復して、うん、もうすでに光っている誠。投げて端を取る。中パンチはガード。おそう、はい、しゃがみ台パンチをかくらせる。うまい。おー、ルグレで飛び越えて話。投げが入って、もう一回投げは入らず、誠がちょっと困って飛んでくる。それをしょびって落ちてた中継。あー、これはセンチまで入ってしまう。ゼロ、ちょっと残ったがゼロか。難しいぞ。うわー、ジャンプ中キック結局中キック。もうあの技クソまあそうですね、悪く悪く。はい、ジャディオさんのユリアン対ウォーズさんの剣。ウォーズさん、さあウォーズさんワンチャン引いて、ワンチャン引いてリザーズから復活してきた。頑張ってほしいボズさん。これ まあどっちも常連さんなんですけどね。そうですね、かなりジャーディオさんさっきから見てるとうまいんで。そう、うまいんですね。みんな基本的になんかね、そこまでいたじゃない。ボズさんが色変えてくる。あ、さあドキュンカラーになった。ワンチャン引いて日焼けした。そう、スフィアが当たる。っていうか、まあジャーディオさんもいつもと色違うんで。あ、本当だ、ジャーディオさんもこれあのスーさんカラーですか。汚い色ですねさあヘッドで暴れて、もう一回ヘッドをめくり、めくり結構減らされてしまった。さあユリアンゲージまで。おっとなぜか前ダッシュスピア。何やろうとしたのかな。ヘッドかな。ヘッドですかね多分。じりじり、カラジャンプ投げが通る。大足が使っていた。さあ走り投げてゲージがある。さあコアコア陣雷追いついた。さあ的な、さすがにかくらず。大津さんが落ち着いて、大津さんじりじり波動で、あ、ダッシュ投げが通る。無理やり投げる。さあ中段のガード、テリブルが通らない。ダイキックが刺さった。これは苦しい。中盤タイク落ち着いてタイク。まあ波動ちょこっと打ってこうためを解除させるみたいなこともやっぱり必要になってくるんですかね。なるほどね。よし、おー、すかして投げて、さあ無理やり押し込む。さあガード、当たってしまう。痛いところから。さあエイジスはガード。あー最後に投げてうまいっすね。すかして投げ、うまいね。ジャーディオさん勝ち上がりです。はい、さあジャロさんがどこかな。ジャロさんが どちら。あ、いたいたいた。ミモラ君と喋ってましたね。ミモ兄がセコンドにつくのかな。そういうわけではない。つけないでしょう。あの子多分オロ知らんぞ。あ、でも来たよ。あ、でも来た。ジャロさんのセコンド。さあ、試合開始。オロマコとこれ、結構ね、いい組み合わせらしいですよ。あ、そうなんですか、うん、どっちもワンチャンっていう感じで。いや、投げて。ワンチャンっていうか、5分に近い感じ。あ、そうなんだ。うん。結構いい勝負ができるっていう感じらしいです。
か一見すると誠の方が押せそうなんだけど、小野川は別にも全然いけるよっていう感じらしいですね。付き合わなければいいんですかね、小野は。いや、なんかね、技の相性は結構いろいろあるらしくて。あ、うまい気に。あ、中盤当たるが痛いコンボが入らなかった。こういう部分部分の判断は結構うまいんですよね。部分部分の判断、ただコマミスが多いですよ、キチニーはね。、うん、さあ詳しいハイライトは隠れなかった。ドロッテ、さあ落として、まだワンチャンある、ワンチャン、あーちょっと待って、チュアシー、ちょっと待ってチュアシー、うまいな、動きたくなるところですからね。そういうのできるのに銀字杯。どういうことなんだ。さあジャンプ中継から唐草ポンポンといって端に取って突き上げますか。あ、狙いはいいですね。当たればでかい、当たればでかい。お、なんだなんだ、投げが使って、投げが使った後に技出す人結構多いですね。あ、ちょっとボタン押しちゃうんですかね、反射的に。あ、中盤が当たって復帰させて、中盤、しかし橋が絡むか、あ、2発当たってしまった。いや、当てたんですね。あー、もう EX 復帰やる。今の当てたんですかね。うん、多分あれで重なっていくんだけど、ちょっと画面端だったから、そうですね、橋が絡むとやりにくいですね。中盤陣中の時に橋が絡む時は確か大陣中とかにして裏に回る。あ、裏に回る、はいはいはい、はい、だったはずなんですよね、確か。大陣中かどうかは分かんないですけど。僕も分かんないです。なんかいつもより飛んで裏に回るみたいな。ああ、なるほど。確かいつもは中陣中だったと思うんで。そうですね、基本中陣中ですよね、うん、これは復帰させてダメージを取っていく。死んじゃう。ああ、流年。流年。さあ、平吉さん、これ何流かな。惜しいとこまで来たのに。うん、いいとこまで行くんですけどね。さあ次はポンタさんの誠対ジャビオさんの、まあ、入念かどうかは分かんないんだよな。一応カズネがなんて言うか。ん？でもこの内容でカズネが卒業とは言わないですよね。うん、優勝したら卒業とは限らないので。そういうことですね。うん、まあカズネがなんて言うかな。さあ開幕大パンで落ちる。欲張り、欲張りシャカ大パン。さあ、さあ橋で誠が押していく。ダッシュ投げが早い。 EX から、あ、持続当てになった。フープロして中パン、中パン、中パン、中キックはフープロ、投げはグラップ。さあまた誠が端を取る。誠の中ボタン強いですね。足早って中パン、中パン、中キック。あー、カラクサ着地攻めのカラクサはマジきつい。きついですね。ただまあ相手もヘッド持ってることを考えれば、そうですね。あと誠の小足早手ブッパにユリアン側がリスクを持たせられないと、ちょっと結構ポンタさんがパナしてるイメージあるんで、それを。ああ、うん、ブロールブロール、おー引っかかった。ああ、ちょっと反対側行っちゃった。さあカラクサはバックダッシュで避ける。ブロって対空シャーダイから中ボタンを最大限に活用して挟み込んで、あ、しかしダイヤダメージにはいけない。ヘッドスカッシュ投げ、前傾から投げ、 RX キックまた当たらず、ブロって中足。さあ好勝負になってます。攻めが始まると結構一方的ですね。そうですね、どっちかが型にはまると一気に流れを持っていく。ほほ、っていうのはやっぱり多分まだ防御関連がまだ苦手なのかなっていうのはちょっと。ああ、なるほど、まあ、そこは銀字杯っぽいですね。ああ、うん、まあ防御は僕も苦手ですけど、おー、下ろし暴れ。あーっと裏回って唐草、あー、選手が繋がらない。ちょっと反撃がぬるいけど、さあ橋で押し込んでエイジス、あー当たらない。これはまだワンチャンがあるぞ。投げて、どっちもワンチャンあるぞ。おお、なんか反撃がちょっとぬるくて、ちょっとお互いゲージが微妙で、投げが入る、前ブロスルーが入らない、どっちも反撃が微妙で、中盤、おお、中盤届いて、中盤が届く、あれが当たって最後まで中盤、ポンタさんが勝つ、ポンタさんが勝ち上がる。さあ7人とジャディオさんで3位決定戦、3位決定戦、はい、
はい。ん？あ、そっか。決勝オロマコトですね。三決はジャディオさんのユリアンと七人のマコト。七人めぐりにつけたからいいところまで行ったのにね。ねえ、次はまた名字変えたらいいんじゃないですか。次は何しようかな。僕名字知らないですけど。うん、ドネクスさん考えてから帰ってくださいよ。僕は考えるの？うん、そうそうそう。後で。うーん、ゾネッキチとかでもいいっすよ。あ、ゾネッキチいいね。よくねえよ。何言ってんだよ。え、よくない。巨匠の名前をつけたら優勝間違いない。巨匠の名前自分で言ったもん。天才すぎるよなこの人。まず実況がうますぎだよ。当たる。当たっちゃう。死んだよね。ジャディオさんが1本取る。今日2回目のホームランですかね。おー、前ダッシュ X からおしゃれなコンボ決めて、大足は投げられる。開幕にあんなに減った。さあブロって投げ、投げ返して、投げ返して中間からちゃんと見てる。あれはガードジャンプ対策ですかね。ブロってくる、すごいな。さあ投げ返して端に、あー下段が当たる。はい、ポンポン。いや入らない、おいしい。EX 引き上げはスカル。びっくりしてグラップ。まあ目の前でスカルられると結構びっくりしますね、あれね、うん、来るって思ってないとね。あ、中段当たって、よくバリテリブル、ね、ジャディオさんの勝利。ジニーは4位でした。3位はジャディオさん、おめでとうございます。ジャディオさんですね。ジャデオ、ジャデオ。ジャデオ。はい、さあ、はい、インジハイの決勝です。ポンタさんの孫と大、ジャロさんのオロ。今日は卒業者出るのかな、出るのかな。カズネが試合内容をじっくり観察しています。個人的には出そうな気がするんですけど。さあ試合ラウンド1開始。上がってきたのは銀次君でも七二でもなくポンタさんでした。ポンタさんでした。そしてジャロさん、ジャロさんめくりで当たる。ポンタさん、ポンタラッシュでなんか半分ぐらい減ったんだけど。ポンタさん攻めやばいですね。すごいな、ハマった時の攻めの爆発力が。さあ、ジャロさん落ち着いてるけど、ちょっとミスって、ちょっとミスって、うん、吹き上げスカル。おじゃおじゃ、おーっと繋がってない。これはやばい。中間陣中から復帰させて空中ヒット。さあもう一回ヤギョ引っかかる。あー、ビヨった。これこの時出す技は何がいいのかな。ニオ力かな。あー、ゲージ溜めるんならニオだと思いますね、多分ニオかな、やっぱり。さあね、はい、2ラウンド目開幕。バックダッシュで剣を透かして中間をガード、大パンチで溶かしてダッシュを止めて中盤、ポンタさんは中盤が、あー、カラクサ刺さって、さあ端に投げて EX 日銀から下段はガード。あ、入っちゃった。剣のスカーリング裏から中盤普通に挟んで始まった。さあこれミニゲームか、めくり。さあブロ、頑張ってブロ。あー、きちー。ジャロさんのオロが優勝です。おめでとうございます。ポンタさん、ポンタさんが2位。さあこれはコメントはいただきますか、まあ、コメントもらう感じで。ジャロさん、はい、どうしましょう。3位から3位の3位、1位だけに。じゃあどうぞ。あの、やっと優勝できました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。このマイクね、片っぽ切っちゃうと両方切れちゃう。片方切ると両方切れちゃうんだ。ごめんなさい。これ2個はいらないんだけど。はい、すいません。あ、お疲れ様でした。銀次杯の皆様、ですね、本日の卒業者ですが、ちょっと悩んだんですけど、ジャロさんのみで、うん、そうだね、はい、やっぱそう来ると思った。はい、玉はめできたら卒業です。
まあ勝てなくなるよな。そりゃそうだろう。うん、あれは強いわ。はい、ということでですね、お知らせがあるんですけど、銀次杯今参加されてた皆さん、ちょっと集まってもらっていいですか。銀次杯の参加者の皆様、スピーカーが聞こえるところまで集まっていただけると。あのですね、来月のビンゴ大会はちょっと銀次杯も中止というかさせていただいて、総領杯っていうのを塩辛が企画しているんですけど、あのレシオ制のチーム戦になります。なので、まあ、弱キャラから強キャラ1から6のレシオが振られてるんで、それを11になるように組んでくださいっていう大会なんですけど、銀次杯に出てくれてる皆さん、あの卒業者を除きます。で、今まで銀次杯出た方で卒業されてない方、この方たちのレシオをマイナス1と考えますので、ぜひぜひ来月の総領杯お越しください。12は0ですか。そして12がなんと0 レシオ0になりますね。ありです。水中さん、まあショーンは出てことないから、ハイエンさん、え、12って水中さんだけ。水中さん だけだね。水中さんだけですね。水中さんなんと0なんで、11レシオ11パンパンのチームでも水中さんは入れる入れるだ、むしろどんな上級者でも水中さんを引っ張りだこにできるっていう、なかなかすごい状況が見られるってことですね。すええ、なので水中さんちょっと仁王立ちで構えておけば誰かから絶対お呼びかかるんで、はい、ということで、来月の総領杯よろしくお願いします。ちゃんと後でね告知をしますんで、ええ、あのその辺はブログとかで書きます。じゃあ今日は聞こえなかった方とかいらっしゃいましたら私のところに来ていただければ。まあいいや、ということで、ええ、今日はお疲れ様でした。また引き続きシングル戦行いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい。